肩甲骨の動かし方の説明をしたいと思います。でお尻はつけてかかとの方に行って、お尻上げてしまうとこう手首に負担とかがかかるので、手首負担かからないように重心を後ろに持ってきて、でそこから肩甲骨の浮き沈みをやります。沈ませる、戻す、OK でしょうか。そしたら次、上下に動かします。上下終わったら、今度は上下の交互、OK でしょうか。ここまで終わったら前回し、後ろ回し、今のが前回し、次が後ろ回し、運動の最中は肘がこう回りすぎないように気をつけてください。 OK でしょうか。最初が浮き沈みで、上下交互、前回し、後ろ回し、以上になります。